言ってくれたらめっちゃ嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。ともちゃんさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。池田ちゃんの能力がくよりも歌とダンスに特化しております。嬉しい嬉しいです、もっと頑張ります。ヨシタルさん、こんばんは。ともちゃんさんおピンクにしたよ、ありがとうございます。ともちゃんさん嬉しいです、ありがとうございます。皆さんもここピンクお願いします。ピンクに、2月のどこかで行きます。ねちよくんさん、どこだろう楽しみにしてます。ちょっと待って、いや画面見ながらこうやったらダメだ。私はわざわざしてましたよね。ロンリーボーイさん、ありがとうございます。嬉しいです、フォローしてくださって。横浜で初見ですって。いい、あー読めないです、すいません。言っていいかかな、言ってくださいよ、みやちゃんですってね。本人の目の前の子供に対してような手でしまいそう昨日からお気配信してから今度ダンス配信、ダンス配信、ダンス配信、ダンス配信。でも全然ゆらあれだからな、うん、もう40分だ。よし、昨日の、昨日のやつ、あー待って、来られてるかな。まず昨日の方です、ありがとうございます。ゆうじさん、モヒカのダイナソーさん、インナミさん、かきひろさん、ごとくまさん、ありがとうございます、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。はい、そして昨日の第1位、パタゴンさん、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ、ほら、クマタワー2個、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。そして昨日はもうクマタワーを2つもねいただいたので、パタゴンさん、ありがとうございます。クマ、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。はい、
三振をしない感じです。スタッフさんありがとうございます、ありがとうございます。おもひかななそさん、だるま100個ありがとうございます、だるま100個ありがとうございます、嬉しい。あれハート白くなんでですか、みんなピンクにしてくださいピンクにしてください。なんでやねん、お披露目見送るとき何も言ってないね。であれはもうめっちゃもう最初からもう見て、まあ、見えて赤の席をめっちゃ見えたから、そうめっちゃ見えたから、そう、たむきちょうだい再審してほしくない。でもね、ゆらね、ダンス配信ね、なんかね、頑張ってみたいんですけどね。はい。稲見さん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。赤髪のなっちゃんさん、ゆらちゃん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。この顔文字、ゆらも好きですよ。そう最近ねモバメでもねこの顔文字ね使ってる、多分一緒のやつありがとうございます。上手ですか、嬉しい。結構絵苦手な方だったんですけどね、本当に嬉しいたかもんさん、パチパチありがとうございます。絵がかわいいね、ありがとうございます。マスオさん、なんかね結構ね2期生のメンバーね、なんかあの絵が上手な子が多いんですよ、なんか見た感じ的にそう、なんかみんなとなんか絵描くときがあって、絵描くときってなんかそうそう、なんか好きな絵を描くときがあって、そのときにねみんなうまーと思って、そう超うまかった、みんな、そう、早いですね時間が経つのが、もう49分なんでね、仕事から帰ってきました、これから配信楽しみにしてます。あ、ちょうちゃんさんお疲れ様です。でもね、あとね、あと11分で終わっちゃうんです。そう今日8時までしかできないので、そうなんです、最後11分見てください。そう、うんと、今日もお披露目公演1日目見たけど、フラッシュ暗算何歳くらいからできるようになったの、なんかねフラッシュ暗算、フラッシュ暗算はね、フラッシュ暗算っていう、その画面を見てなんかピッピッピッってやるのは、あの正直お披露目が初めてだったんですよ。なんかその前になんか特技って言われて、なんかあの何、計算、暗算は、あの暗算はね、あの小学校入る
ちょっと前ぐらいの時にそろばんを習ってたんで、それで暗算とか やってて、それで計算とかできるんですけど、なんかフラッシュ暗算、そのなんかピッピッピッってその画面で見る数字でピッピッピッって変わってやるのはお披露目の時が初めてで、そうなんかいつもはっていうか、その習ってた時、そろばんを習ってた時は、そのする時はその普通に紙で数字を見て暗算をしてみたいな感じとか、あとは先生がなんか何円なり何円なりみたいな感じで言うのをそう計算して書くみたいな感じだったんですけど、そのなんだろう、画面に出る数字でやるのが初めてだったから、そうそう、なんか特技を披露しなさいっていう、そうなった時に、うん、なんかフラッシュ暗算をそう家で練習して、そしたらできたからお披露目公演でやりましたそう、やだやだ、笑わないで悲しいのこと、ピエンピエンですかピエンピエン、ありがとうございます。皆さん、何時まで、ですね、8時までの配信です。今日は8時までです。やるやん池田ちゃん嬉しい、覚えるのはダメだけど忘れることは誰にも負けませんそれはでも私もある意味そうかもしれない。フラッシュ暗算見て2回目成功したの見たら賢に見えるのに実は疎いねそうゆら結構ねあれなんです岡田奈々さん、推しさん、こんばんは、ありがとうございます。だから1問目はちょっと戻って間違えたのかな、でも2問目はちゃんと正解する、そう正解できたよかったと思って、そう、2回目成功できてよかったあれ、ここ誰のルームだっけ、池田ゆらですよ池田ゆらですよ、そう計算だけは得意なんで、そうそうえ別にでも別にあれです、何、計算めっちゃ得意なわけでもないなんかうん別にそんなめっちゃではないけど、でも2回目成功できてもう本当に良かった。なんかね本当に緊張したから、そうめっちゃ緊張した。楽しい時間はあっという間、もっと見てたよ、嬉しい、しまじろうさんありがとうございます。きっと百人衆も得意だった、得意じゃないです得意じゃない、百人衆ってなんかなんとかみたいなねえ、百人衆、わかんない、あ、ちはやふるとかのやつですか、ちはやふるみたいな、なんかカルタみたいなやつ、
ップバイトップバッターやったしってことにしといて、そうお願いしますそうトップバッターだったから、そうトップバッターだったからね、ちょっと緊張しましたよ、それはそれは本当に緊張した。あ、もう7時55分ですか。壇上の方はじゃあもうあの2分前くらいに読みたいと思います。はい、そのピーピピ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 ピ、皆さん今日もありがとうございました、配信見に来てくださって。ありがとうございます。ありがとうございます。配信ありがとね、こちらこそありがとうございます。やばい、ありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また配信が切れる、切れる、切れる予感しかない。切れる？切れる？ちょっとだったけど見れてよかった。ありがとうございます、ちょうちゃんさん。ありがとうございます、嬉しいです。58分になったので読みたいと思います。フォースのシュイシュイちゃんに合いそう。もうめっちゃ可愛かったです、あの衣装、一期生さんの衣装、一期さんとドラフトさん、三期生さん、あ間違えた、違う違う違う、はい、じゃあ壇上の方読みたいと思います。はい、13位まこちゃんありがとうございます。で12位斉藤さんありがとうございます。11位 N164 さんありがとうございます。10位しまじろうさんありがとうございます。9位マスオさんありがとうございます。8位よしたるさんありがとうございます。7位 DD51 さんありがとうございます。6位インナミさんありがとうございます。5位高本さんありがとうございます。4位イン、あ違う、ゆきめさんありがとうございます。3位むっちゃんさんありがとうございます。で2位大村さんありがとうございます。そして1位はブブルンペンモヒカンダイナソーさんありがとうございます。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、皆さんお疲れ様です、みんなお疲れ様でした、ありがとうございます。もう皆さん楽しかったです、今日もありがとうございます。おやすみなさい皆さん、明日も一日頑張りましょう。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。